クルテアデ・アルジェシュは、ルーマニア、アルジェシュ県の都市。ファガラシュ山脈の谷を流れるアルジェシュ川右岸にあり、ピテシキからトゥルヌロシ峠へ向けて鉄道が通る。峠業と木材加工が、町の産業の中心となっている。20世紀初頭に描かれた、クルテアデ・アルジェシュ修道院。クルテアデ・アルジェシュには、鉄器時代から集落が存在していたが、 記録に現れるのは14世紀からである。言い伝えによると、13世紀初期に伝説上のワラキア港、ラドネグル港によって、クンプルングの次のワラキア港国首都とされたという。そのために、市名は宮廷を意味する。町の中心部には、13世紀に建造されたものだと、言われるワラキア港の宮殿の廃墟が残る。 14世紀の間、エステル・ゴム大司教の管轄内のカトリック教会司教座があるジェシュを包囲していたが、後には聖教会があるジェシュを奪った。市には数カ所の中世の教会があり、18世紀まで司教座が置かれていた。1512年から1517年にかけて、ネアゴエバ・サラブによって混流されたクルテアでアルジェシュ聖堂が有名であり、聖堂には、 ルーマニア王家の墓が置かれている。教会は外壁の彫刻と内部の壁画の美しさで知られている。マノレ親方が人柱になって、クルテアでアルジェシュ聖堂を建てたという伝説がこの地に伝わり、伝説を元にしたバラードが作られた。その他の重要な教会は、バサラブイス星以降が建てたドムネアスカ教会である。2003年から2004年にかけて修繕が完了した。 教会は、石像要塞に似て、近隣の丘に立つ防衛等へは、地下の骨道を通じて繋がっている。ワラキア高級殿の複合遺跡は、今も見られる。この宮殿は、作家、アレクサンドル・オドベスクが、ドームなチーナの作中で触れている。ありがとうございます。